金プリヒラの仕様、W 杯セネガル戦前特番で大活躍。日本代表サッカーと芸能の融合が話題。サッカーワールドカップ直前、特番が金プリヒラの仕様で盛り上がる。 6月25日未明、サッカーワールドカップロシア大会の日本代表対セネガル代表の試合前に放送された特別番組、勝負の第2 0 s p が意外な話題で注目を集めました。この特番では、アカシアさんまとニュースの手越優也が司会を務め、 元日本代表の北澤武史やお笑いコンビ、高田どとし、伊藤浅子らがスタジオに集結し、試合展開の予想を行いました。しかし、注目を浴びたのは、なんと、金プリのメンバーである平野史洋でした。平野史洋、注目の選手に、三ンの一言で反創前。特番中。 番組の進行役であるマスタイチアナウンサーが、サンマさん、注目の選手はととうとサンマはキンプリの平役、んと即答しました。これに対し、スタジオでは笑い声が上がり、としも、キンプリはみんな注目してますけど、と突っ込みを入れました。サンマは、さらに、お前はそれでいいのかよ。 と平野が出演するドラマ花のちはれから花男ネクストシーズンからのセリフを引用し会場を沸かせました。サンマが突然平野のことを話す理由。なぜサンマが急に平野のことを話したのか、その背後にはあるエピソードが隠されていました。実は、 9日に放送された MBS ヤングタウン MBS ラジオでサンマはある人から平野とハスキーボイスの共通点があると言われたことを明かしています。この発言がファンの中で広まり特番での平野への言及が生まれたのです。ラジオ共演者でありドラマのファンであるモーニング娘。 18のイークモ・ハルナが、サンマにドラマのセリフを教えたことが、平野のモノマネのきっかけとなりました。ファンの反応、キンプリ・ヒラの仕大物芸能人に認知される。特番終了後、ネット上では平野仕用に対するファンの反応が続出しました。ツイッター上では、大物のサンマさんにまで知られているヒラの仕様すごすぎる。 ワールドカップでサンマさんがキンプリの平野ようって名前出してくれてる。サンマが平野くんを見つけたか。これ共演も近いんじゃ。など、興奮と期待の声が寄せられました。中には、踊る。サンマゴテン。や、ほんまでっか。疑問符 ?TV などのバラエティ番組への出演を期待するコメントも見受けられました。芸能とサッカーの融合。 キンプリで新たなファン層を開拓。サッカー番組で平野耀の名前が取り上げられ、その話題が一気に広がったことは、サッカーファン以外の視聴者を引きつける一員となりました。本来ならばサッカーの試合展開が主要なトピックとなるべき特番でしたが、平野の登場により、芸能ファンやキンプリのファンも注目する事態となりました。これは、 異なるジャンルのファン層を引き込んで、特番の視聴率向上に成功したと言えるでしょう。サッカーと芸能、異なる世界の融合が生んだ新たな興奮。W ズキ・セネガル戦前の特番での金プリヒラの仕様の活躍は、サッカーと芸能の異なる世界が交わり、新たな興奮を生み出した瞬間でした。サンマの突然の発言が、 平野のファン層を広げ、芸能界とサッカーのファンを一つに結びつけました。今後、キンプリメンバーがさらにサッカー関連のイベントや番組に登場をする可能性も考えられ、両者のコラボレーションが今後も期待されることでしょう。これにより、異なる興味を持つ人々が交流し、新しいエンターテインメントの可能性が広がることとなりました。